クオリティの高い、いい試合が見せれると思いますね。最初のあれなんで、そこはやっぱり気合入りますね。スピードスター山本正博、日本人最激戦区の中にあって、名実ともに最強の呼び声が高い山本。これまで多くのタイトルをその手中に収め、その目は他を見ていた。ダトムエタイってあったんで、それもやっぱり目標の一つとして、ずっと今もそうですけど、こういう階級ができてなかったんで、目標はなかったですね。そして今回、新たな目標が加わった。みんなに見てもらって、こういうのがあるのっていうのをまずは知ってもらうことがまあ大事だと思うんで。もちろん出る以上は優勝ですね。最低でも優勝。そこがゴールじゃないんで、それが先のことを考え、はい、とりあえず最低はもう優勝しか考えてないですね。佐藤義弘、そして青木真也も絶賛、名古屋の KO マシン大和哲也。 KO 率 80% は伊達じゃない。まあキックの時はまあ全部で10箇所攻撃できるじゃないですか。10箇所を使って15分間の攻撃して、何で倒せないんだって逆に僕思います。見てる人は僕のパンチの音を聞いてびっくりすると思います。特にボディに当たった時は多分すごい音が鳴ると思うんで、多分それだけでも驚くと思います。まあ出場するってオファーいただいた時点で、まあ確信しましたね。まあ僕の強さを証明する、まあ再会になるなと、世間の方々に山本哲也の強さを証明したいなと思います。まあ一選手っていうぐらいですね。自分の動きをやれば問題ないと思うんで、気をします。目を離さないで見てもらいたいですね。一瞬で決まると思うんで。山本正博 VS 大和哲也。